はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日はミサイル探知できないミサイル防衛システムの限界を指摘、1兆5787億円の壮大な無駄遣いをお届けしますね。北の核実験を受け、もっと抑止力強化をという議論が出ているが、ちょっと待ってほしい。米国に押し付けられ導入した現状のミサイル防衛システムは、迎撃どころか想定通りの警報も出せず、役立たずを露呈。1兆円超が壮大な無駄遣いになっていたことがはっきりしたのだ。ミサイル防衛システムの限界を指摘するのは、軍事評論家の田岡俊二氏だ。8月3日に北朝鮮は弾道ミサイル2発を秋田沖に発射しましたが、日本政府が第一報を発表したのは、発射から1時間15分後でした。イージス艦などへの破壊措置命令は出されず、自治体などへの警報、J アラートも機能しない、ノーマーク状態でした。その後、常時、破壊措置命令を出したままにして、政府は警戒を続けていましたが、9月5日に弾道ミサイル3発が北海道沖に発射された際も、第一報は1時間32分後。最も早かった警報は、海上保安庁から船舶への航行警報で、それでも発射から19分後でした。これはミサイル落下の10分後で警報の意味がなかった。ミサイル発射が探知されれば、その警報を船に伝えるのを意図的に遅らせるはずはない。つまり、日本のミサイル防衛能力の限界を露呈したものと考えざるを得ません。発射が防衛省の中央指揮所や官邸の危機管理センターに伝わり、J アラートで住民に屋内避難を呼びかけるまで、本来1分間という瞬時に行われるはずだった。計画は机上の空論だったのである。ちなみに去年12月と今年2月に北朝鮮がテポドン2で小型人工衛星を打ち上げた際は事前通告もあり、対応準備ができていたため、政府は発射2分後から逐一飛行状況を発表していた。ところが移動式の発射機から発射された8月と9月のミサイルにはお手上げ。防衛省は事前通告がなかった、移動式の発射機だったのでわからなかったと変な言い訳をした。実戦では相手はミサイル発射を予告してはくれませんし、自走発射機に乗せて発射位置をしばしば変えるのが一般的です。防衛省の釈明は、本物の弾道ミサイルには対応できないことを自ら明らかにしたようなものです。ミサイル防衛には今年度予算までに1兆5787億円が投じられている。ドブに捨てたようなものだが、官邸や防衛省はさらなる増強に躍起。価格2倍のミサイル購入やイージス艦を増やしたり、ミサイル発射探知用に独自の静止衛星打ち上げの話まで出ている。国家財政に響くような大プロジェクトになりかねません。ミサイル防衛の効果や限界を国民に説明せずに巨額の予算をつぎ込むのでしょうか。特定秘密を盾に不都合な事実を隠蔽して、これ以上防衛費を膨らませるのは許されない。ネットの反応、アメリカのイージスの下請けだからアメリカ様が見つけるだけ。相手が撃ちますよと予告してイージス艦が日本海に配置してないと役に立たない。だからかミサイルの破壊措置命令が出ていたにもかかわらず、またしても撃墜せず北海道沖の方にまた落とさせてしまったと。無能だわ。佐渡と対馬に陸上配備のイージス配備で、稲田は地味屋に過ぎんよ。いいんだよ、防衛って言わないとダメなんだから。技術の訓練、攻撃転用できることが大事、分かれや。 J アラートも鳴らなかったしね。今頃気づくなよ。巡航ミサイル1万5000発買えたな。迎撃したくても、もし失敗したら信頼性がガタ落ちするから使えない。訓練用に相手が撃ってるのに撃退できない、無能だわな。対潜哨戒機と潜水艦を買って SLBM を持ってる北朝鮮の潜水艦探し、いや実は探知できてるって話だよ。じゃあトマホークミサイル、大型爆撃機大量配備だな。実戦だったらもっと警戒厳重だから対応できるわ。先制攻撃の一発目に対応できないだけ。1兆5000億円分のミサイルを北朝鮮、北京、韓国に打ち込んだ方が確実だよな。これより敵地攻撃能力作った方がいい。けどすぐには無理。現状すべてアメリカ任せ。検知はアメリカの早期警戒衛星頼みで、日本の装備は関係ないはずだが、アメリカも検知できなかったのか。
迎撃はともかく湾岸戦争でスカッドの発射は捉えていたのに、アメリカから日本への伝達に問題があったのなら自前の早期警戒衛星を保有すべきって話になるのでは。敵基地攻撃能力を持たずミサイル防衛などアホの極み。こんな無駄遣いばかりしているから毎年5兆円もの軍事費を使いながら韓国軍に到底及ばない軍事力しかないんだろ。日本国土に着弾してから本気出すんだろ。ミサイル防衛システムなどいらん。攻撃型ミサイルと核弾頭が安上がりだ。じゃあ検知できるようにさらに増強しなきゃな。国民の命がかかってるんだし。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。またグッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。